ネッツトヨタ広島プレゼンツ、地域の宝物を発掘するプロジェクト、ネッツトヨタ広島福山東店。営業スタッフ前藤さんのおすすめは、老舗茶屋の美味しい抹茶ぜんざいがありますよ。へえ、ゆっくりできそうだね。ぜんざい食べたい。このプリウスさ、デザインが先進的でかっこいいよね。この流れるようなボディがかっこいいよね。あ、わかる。スタイリッシュで憧れる。あ、教えてもらったとこ、ここだね。ね、もうすごい趣がある感じ。本当だ。こんにちは。見て、お菓子とか茶道具もあるよ。こっちさ、カフェスペースになってる。本当だ、ゆっくりできそうだね。創業は90年で、昔から茶道具とお茶の販売をさせてもらってます。お茶もね、少しでも売れるように、作家さんが頑張って、時代に合ったものを作ってます。どんどん若い人にね、使っていただけたらいいかなとは思っております。お茶の飲み比べっていうのがありまして、3種類玉露と煎茶と仮金の飲み比べができるセットはご用意してます。お茶のいい香りがするね。本当だね。この玉露まろやかですごい美味しい。煎茶は爽やか。抹茶のぜんざい、甘みはもうあんこと本当に抹茶だけを使った、甘すぎず、お抹茶の渋みといい感じにマッチしてるかなと思います。抹茶チョコフォンデュっていうのを作ってまして、季節の果物だったり、あとお団子だったり、あと空色さんのパン屋さんのクロワッサンを一つつけて、それも楽しめるかなと思います。抹茶のチョコって珍しいね。どう？甘さの中に抹茶がしっかり濃くて美味しい。お茶中心の、ね、メニューがほとんどなので、日本茶にね、なかなか触れることがない人もね、来ていただけて、試していただけたらなと思っております。ネッツトヨタ広島で宝物をゲット。今川茶舗の1000円分買い物券など50人に豪華プレゼント。さらに2月17日18日ネッツトヨタ広島福山東店で、福山エリアのいいものが集まったイベントを開催します。イベントの詳細や応募方法はネッツトヨタ広島のホームページをご覧ください。わー、すごい彩り綺麗だ ね野菜がたくさん。